夏の海水浴シーズンを迎え、6日、高浜町内8つの海水浴場の合同海開き式典が行われました。白山海水浴場で行われた合同海開き式典には、町や観光協会の関係者ら合わせておよそ40人が出席しました。はじめに、 佐吉神社の赤坂宮司がお祓いをした後、出席者の代表が祭壇に玉串を捧げて、シーズン中の海の安全を祈りました。続いて、野瀬町長が海に花束を投げ入れ、海水浴シーズンの幕開けを告げました。 高浜町では若狭和田海水浴場が今月1日に海開きを終えていますがこの日の式典により残る城山海水浴場や恵比す浜パークなど合わせて7つの海水浴場すべてが開放されました。町内8つのの海水浴場ににに、は、去年のシーズン中中関西方面を中心に 合わせておよそ20万人が訪れています中京方面の方々をでそれとまた福井県の礼北ですね礼北の方々と本当にこう身近になったんじゃないかなとどれだけのお客様が流れていただけるかということも大いに期待しておりますので2割ぐらい、えー、増員 まあ、お客さんが増えていただけるとありがたいかなと思っております。